インザハウス、インザハウス、インザハウス。吉尾井戸です。よろしくお願いいたします。そして、忖度なしおでございます。はい、よろしくお願いいたします。実はですね、はい、YouTube の方やろうと思ってて、まあ、編集しようと思ったんですけども、ちょっとね、痛みが激しくて、なぜならば、はい、あばらに鎖骨にひびが入っているから、まあ、大したことないんですよ。まあ、転んで、ちょっともう年ですね。足がもつれて転んで自分の肘が溝落ちにヒットして、ひびが入ったっていう。だから病院もちゃんと行きました。ここで薬をもらってテーピングしてもらって、まあ普通に全治2ヶ月ぐらい、1ヶ月から2ヶ月なんだって。だから例えば、まあ安静に、なるべく安静にしてればいいってことなんで、まあ3日も4日もすれば治ると思うんでよろしくお願いいたします。はい。で、今日はまあ編集しないですけど、ちょっと久しぶりにですね、ツイッターで、まあ YouTube まで行く大変じゃん。だからツイッター上でちょっと動画を出そうと思って。で、映画ね、昨日アキラさんと一緒にマドンソクのですね、マドンソクの犯罪都市3っていう作品を見たんですよ。で、その時にマドンソク本人が来るプレミアム試写会だったのね。ちょっとかなり感激したんですよ。なので、今年からは誰も見てくれない映画レビューをちょっとずつ増やしていこうと思って。はい。誰も見てくれない映画レビューを増やしていこうと思って。はい。よろしくお願いいたします。そして、まあ、ガジェットレビューですね。実はもう最初ガジェットレビューしてたんですよ。まあ、再生数取れないと思うんですけども、忖度なしおのガジェットレビュー。はい。世の中の YouTuber さんがいろいろこう、やっぱりガジェットどんどん新しいものを紹介していくじゃないですか。次から次へと物を買って、こちらが良かったのにこちらもいいみたいな。僕はですね、まあ、ちゃんと自分で買ったもの、ある程度使い倒してからのレビューになりますんで、本当にこれはいいのかどうかっていうレビューをこれから先させていただきたいと思うんで、よろしくお願いいたします。そしてサバゲの動画ももちろん出していきますが、何かせちょっと仕事が忙しいんで、うまい具合に今年ね、まだ1本しか出してないですよ。で、時々 YouTube ライブ配信したりとかしてますけども、今年はですね、ちょっと最初だけゆっくりめにスタートして、その後怒涛のごとく動画の方を出しますんで、今年もですね、よろしくお願いいたします。はい。で、今これほら、これ面白くないですか？これね、目つぶったりとか、変な顔したりとか、こう。こういうことできるんですよ。ね。変質者的な家で。はい。よろしくお願いいたします。まあ、動画の方頑張ります。では、また。I'll be back.